長福寺は、徳島県三好市に所在する寺院。宗派は、真言、総おむ派。三号は瑠璃山。詳しくは、瑠璃山ん要因蝶福寺と合する。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所第六十六番、札所運扁寺奥の院、新四国万太羅霊城第六十三番札所、淡卑怯、伊屋京、大ボケ七福神霊城巡りの福六樹。 護衛か、雷難を避けてとどむる浄瑠璃のヤッの光とどむ、大月時伝によれば、奈良時代の天平年間に殉職していた行記が、雷雨に遭い、この地の一軒の家に雨宿りを求めた。雨宿りをした家の老婆が雷を非常に恐れていた。雷難が亡くなるよう願っている老婆の姿を見た、行記が、雷難役避け、薬師如来を安置したのが当事院の始まりと、伝えられている。 寺院は、戦国時代の天正年間白寺上主、大政閣僚によって、現在の地に移転建立された。御用議委長樹齢は500年程度と推定されている。天正年間に、大西里氏要が寺院を移転した際に委長を植樹したと伝えられている。この委長はメカブで、傭兵の先と葉の付け根に1個の実を着生するお葉月委長である。稀に2個の実をつけることがある。また、 ラッパ状の葉をつけるラッパイチョウともなっている。1954年1月29日、徳島県の天然記念物に指定された。ありがとうございます。